笹サ玄は共産主義運動家。日本の映画監督。玩具のカメラが武器になるの名言を残した日本のプロレタリア映画の先駆者である。広島県太見郡三寺町出身。東京帝国大学仏文化中隊。笹サ玄が使用していたものと、ほぼ同型の 9.5mm パテベビー A 社期1930年前後に日本中に吹き荒れたマルクス旋風の中。 まだ左翼劇場が生まれる前の1927年、サザはプロレタリア劇場内に映画班という組織を作り、1927年、メーデーを9.5メートルのパテベビーカメラで撮影した。実質的に、サザカズトで制作したと言われる本作は、階級的立場を明確にした映画運動の先駆となる。これ以前にも、左翼的な立場から映画を論じ、 当時の映画を批判したものはあった。しかし、労働者が、労働者の立場で、自らの手によって、映画を作り出そうという、考え、作り出すための運動はなく、佐沢撮影所の機構から生み出される映画は、大衆のものではないことを主張した、最初の一人であった。翌1928年には、野田浄油の労働葬儀を撮影、本作が、 工場の労働者たちに大反響を及んだことが、日本プロレタリア映画同盟結成の大きなきっかけと言われる。また、1928年6月号に、論文、玩具、武器、撮影機を発表、たとえ玩具のような9.5メートルの撮影機でも、使うものと使う方法によって、強力な武器になると主張し、プロレタリア映画運動を呼びかけた。 岩崎明は、サザの熱心な誘いでこの運動に参加したものである。1929年初頭、岩崎明、北川哲夫らと日本プロレタリア映画同盟を結成し、中心的幹部として急進的な活動を行う。1931年9月、満州事変の勃発により、政府による言論統制が強化され、また、満州景気によって、 日本経済が長い不況を出したこともあり、これ以後プロレタリア映画運動、そして左翼運動全体が停滞し、1933年頃には警察の弾圧が厳しさを増し、プロキノも1934年頃には壊滅状態になった。その後は評論活動のほか、文化映画編集長、キネマ週法編集責任、理研科学映画などで活動を続けたが、戦後は、 映画界から離れた。主な作品は、野田醤油葬儀、子供、すすめ戦記など、ありがとうございます。